はい、こんにちは。パーカッションの高見です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。この動画ではコンガのベースとクローズスラップについて解説していきます。で、今回の内容は前回やりましたコンガのヒールトゥー。ヒールトゥーを応用、発展させる内容になりますので、まだ前回の動画をご覧になっていない方はそちらから見ていただくとより理解が深まると思います。さて、今回やりますベース、クローズスラップとは何かというと、それぞれヒールとトゥーの進化版みたいな感じです。ちょっとやってみますね。まず前回やったヒール2が、これで今回やりますベースクローズスラップが、です。ちょっと極端にもう一回やってみますね。まずヒール2がこれで、ベースクローズスラップは、という感じです。この手の動き、フォームは限りなく同じなんですけども、まあ、サウンドの違いがありますね。ヒールトゥーはトッ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 トっていう感じなんですけども、ベースクローズスラップはですね、ドッカッドッカッドッカッと、こう、よりラウドにメリハリの効いたサウンドになります。で、世界中のコンガプレイヤーの中には、このヒールトゥーとベースクローズスラップを区別してない方もいますし、このベースクローズスラップの方をヒールトゥーって呼んでる方もいます。が、しかしですね、まあ、僕の考えとしては、まあ、これらは明らかに違うもんだろうと思いますし、このサウンドの感じ、リズムパターンに組み込んだ時のこの印象っていうのも全然変わってくるので、まあ、できればですね、このやる音楽に合わせて叩き分けられた方がいいと思いますので、この動画ではですね、この叩き分け方について解説していきます。はい、まずはベースからやっていきましょう。名前の通りですね、音の低音成分を引き出す叩き方になります。で、基本はヒールと同様に、腕を持ち上げて、まっすぐストンと、打面上に落とします。で、ベースを鳴らすときは、このとき手の形をちょっとだけ変えます。この親指をですね、ぐぐぐっと、人差し指の方に寄せて、くっつけます。こういうふうに、ピタッと。見えますかね。こういう感じ。で、こう親指をですね、こうぐぐっと寄せてくっつけると、親指の付け根あたりがですね、こう、肉がまとまって、ちょっと、ぷっくら、すると思うんですけども、これ僕はですね、肉球って呼んでるんですけども、この肉球を中心として、この打面に、落とします。こんな感じです。この肉球を中心にして、この手のひらをですね、こう、ハンコとかスタンプみたいな感じで、こう、打面にですね、ペタッと、ハンコを押す感じ。で、このヒットのタイミングで指の方が先に打面に当たってしまうと、ちょっと高い音の成分が、目立ってしまうので、あくまでこの肉球が一番最初に、こう、打面について、こう、ハンコを押すように。で、この手のひら全体が打面に当たって、まあ、指はですね、その、同時に当たるか、ちょっと浮かせる。と、まとまった、こう、ドン、ドン、ドンっていうですね、低音成分がなると思います。で、このベースというのは、コンガの、この、ボディを響かせて鳴らせています。ので、ちょっとこうですね、浮かせて、下の穴を浮かせた状態にした方が、低音成分がよく抜けます。よくコンガソロなんかでですね、こう、コンガを持ち上げて、ドン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 って叩いてるのがあるんですけども、あれはベースをよく鳴らしてるんですね。なので、このコンガのですね、皮のチューニングがあまりに高すぎる場合、まあ具体的には D 以上だったり、このボディがないコンガありますよね。コンパクトコンガとかトラベルコンガとか。そういったコンガはですね、ベースっていうのが非常になりづらいと思いますので、まあそういうので、どうしても出ない場合は、まあ、チューニングを下げるか、こういう風なボディがちゃんとあるコンガで試してみてください。はい、では右左右左でベースをしばらく叩いてみましょう。ヒール同様にですね、こう全く力入れる必要ないので、持ち上げてそのまま楽にストンと落とす。で、こう、ハンコを押すようにペタッと、打面をプッシュしてあげる。
はい、では続きましてクローズスラップやってみましょう。フォームは限りなく to の時と同じです。で、クローズスラップにするときはこの時ですね、手の形を少し緩めて自然に手のひらがこう丸まるようにします。こう手というかですね、指って剣があるので、こう力を抜くと自然にこう丸まると思うんですね。で、このように丸めて、この4本指の先端、指紋の部分と、この手の付け根の下の部分、こことここが同時に打面に当たるようにします。で、こうパッパッパッと高い音が出るようにすると。これはもう完全にですね、この部分とこの部分が同時に着地しています。こう、どっちかに力が偏ってたり、どっちかが先に当たったりすると、この音がですね、綺麗に出ません。で、このクローズスラップの時も、トゥーの時と同様に、手首をパタンと倒す動き、プラス、この腕をですね、回転させる、まあ、肘から先ですね、前腕を回転させる動きを合わせて、こうちょっと斜めにひねるような動きになると、この遠心力が使えますので、楽に鳴らすことができます。まあ、極端にやると、こうですね。こう、ちょっと斜めに入る感じ。ちなみに人によっては、この指先から、この手の側面、全部をですね、ピタッと、打面にくっつけて、まあ、こうチョップするような感じで、クローズスラップを叩く方もいます。これもまあ基本原理は一緒ですね。ただどれぐらいこの打面に手が設置しているかっていう違いです。で、最終的にはさっき言いましたですね、回転の動きを利用して、こうパッとですね、予動なし、助走なしで、スラップ音が鳴らせるっていうのが理想なんですけれども、いきなりこれちょっと難しいと思いますので、最初のうちはですね、この指の側を少し持ち上げるようにして、この助走の距離を取って、で叩くように練習してみてください。少しこっちの指の側を持ち上げて落とす。で、ここと、ここが、同時に着地するように。はい、では右左でしばらくやってみましょう。はい、ではここまでできましたら、ベース、クローズスラップ、ベース、クローズスラップと連続して叩いてみましょう。まずはベースからですね。ベースはそのまま腕を落とすだけ。で、肉球を中心として、打面にハンコを押すような感じで、ストンと押してあげる。で、ハンコを押したタイミングで、指先をですね、少し持ち上げる。トンと。で、こっちを持ち上げて、クローズスラップのための助走を作って、ここからクローズスラップ。ベース持ち上げる、クローズスラップで腕上げる、ベース持ち上げる、クローズスラップ、ベース、クローズスラップ、ベース、クローズスラップ。はい、逆の手でも練習してみます。ベース、クローズスラップ、ベース、クローズスラップ、ベース、クローズスラップ。はい、できましたでしょうか。これらを使った具体的なパターンというのはまた次回以降にやっていきますので、それまでにしっかりと練習しておいてください。で、一個おまけとして、この、クローズスラップの使い方なんですけれども、今まで普通のスラップでやってましたね。オープンとかクローズの位置で叩くスラップっていうの。
で、このスラップの代わりにクローズスラップを使うというのもですね、大変実用的です。例えば、っていうパターンありますよね。このパターンのスラップを全部クローズスラップにすると、こうパキッと、よりメリハリの効いたパターンにすることができます。これ僕はですね、音が大きいバンド、すごい大音量のバンドの時なんかはですね、このスラップ全部クローズスラップにして、とか、みたいな感じでかなりパンチを効かせる時にクローズスラップを使っています。はい、というわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。まあ、今回の内容はですね、ちょっと応用的な内容なので、必ずしもできなくてはいけないっていうものではないんですけれども、まあ、できた方がですね、より演奏の幅が広がる、あとは音楽に最適化できますので、まあ、より上のですね、演奏表現を目指したい方はぜひ取り組んでみてください。で、基本的なこの腕の動きとか手の動きがまだよくわからないという方はですね、前回の、ヒールトゥをしっかりと、見直して練習してみてください。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッション情報やレッスンなどいろいろ配信してますので、ぜひチャンネル登録して活用してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。